な。はい、こんにちは。札幌占い美容師、早川の後藤です。早川氏の動画も、先導が超えたので、皆さん、遡って動画を見てください。今日どうしますか？今はちょっと長いので、はい。はい。まあ、絶対今、眉毛長めの感じで、長す感じで。で、縛った時に触覚が欲しいということで、で、下はちょっと切る。はい、それでいきましょう。今日は、ショーバルタンでカットしていきます。はい、でショーバルタンなんですけれども、カーブが入ってるので、ハサミのカーブが、はい、でカーブが入っているシザーなので、こちらはストレートのハサミですよね。で違いとしては丸く切れるっていうことですね。で丸く切ると収まりが非常に良くなるので、ちょっとこのショーバルタンを使います。で、ショーバルタンをプラスさらに丸く、するためには、髪の毛って集めて切ると、集めて切って離すとちょっとラウンドするので、より集めたのをさらにショーバルタンで R 状にカットすることによって、より丸いラインが作ることが簡単にできるので、ショーバルタンを使います。僕結構バツっていっちゃいますけど大丈夫ですか？はい、はい、まあ、彼女のスタイルはちょっとやっぱりかっこいい感じのスタイルなので、クールな感じを出したいので、やっぱりちょっと前側の方を長く切った方が、似合うと思うので、少し上を向いてもらいます。で今ここの、カールのところ、ちょっと下見てみてね。はい、このウェーブの位置を見てください。で上に上げると、このウェーブの位置がこんだけ上がるんですね。でこの差大体5センチ以上変わるんですけど、これによってカットラインが思いっきり変わるので、顔の位置と大体違います。で、センターから、真ん中で分けて、押していきます。まあ、このままちょっと今日は切ります。上を向いて、ちょっと重めのかっこいいクールなラインを作りたいので、ちょっと一回切ります。はい、ちょっとですと、で、センター切るときに集めることによって、より R が入りますので、それを離すとすごい丸いカットラインに変わります。はい、このように丸いカットラインに変わったのが分かります。ちょっと丸くなります。通常にバツって切るよりも、だいぶ丸くなります。で、あと、批判するわけではないんですけど、結構後ろでこう切っていっても、結局ですね、お客さんがあとちょっと切りたいっていう時、また初めから切り直さないようなので、そういう無駄なところをちょっと僕は、だいぶ、削除してというか、前で切った方がまとまるんですよね。カットラインって細かく切れば切るほど、つながりが非常に悪くなってしまうってことが検証で分かったので、あえてシンプルに早昔のカットでは切っていきます。もっと短い方がいい、あとちょっと短い方がいい。はい、で今みたいな感じに、バックから切っていくと、こういう調節が本当できないので、お客さんをまた最初から切るってなると言いづらくなってくるんで、僕は前で切っちゃいます。じゃあもうちょっと、で、あと1センチ切ってですね。で、その時に、また先っちょを集めて、こういう感じですね。で、ここを切ることによって、ショーバルタンを使うことによって、カットラインがこういう R 状になりますので、はい、で、下ろすと丸さが出ます。で、前側が重くなるので、このような感じに重いラインが簡単に作れるんですね。くらい、もうちょい、このぐらいで。はい。で、こういう風な感じで、一緒に作ることが可能になります。だいぶ左が流れます。はい、で、ちょっとずつ切っていった方がいいので、左側はちょっと長いんですけど、短くしちゃうと大変なので、ちょっとずつ切っていきます。
で、バックのセクションをカットしていくんですけれど、この時も、集めて切ることによって、離した時に広がって R がつくので、このつむじの位置をイメージしながら、つむじとこの、親指の先を点を結ぶような感じにしてカットします。で、先ほどの切ったラインにちょっとつなげていくので、はい、集めてちょっと切っていきます。で、コームは使わないです。まあ、コーム使うとやっぱりカットラインとその人の癖がちょっとずれてしまうんで、はい、使いません。で、こんな感じにカットラインになります。で、この円でつなげていくことによって道がですね、で、つむじの位置をしっかり入れてあげるようにして、音と親指をつながるようにカットします。で、ちょっとずつずれていきながら集めて R を入れてカットしていきます。カットラインはこのような R が入ってますね。これが小ボルタンだとこういう風に丸く作れるんですけど、通常のストレート刃でカットしてしまうと、この R が作れないんですね。ストレートの刃だとバツッとなってしまうんで、多少離した時丸さは出るんですけど、あまり丸くならないので、小バルタンを使ってカットします。それが一番ベストですね。で、あと丸く切ると柔らかさも出るので、ちょっと可愛くなったりとか馴染みが本当に良くなるので、そうしてます。で、あとカットも早いんで、大体10分で切れますね。無駄なことをしない。そのまま、正中線の延長線上のところを、指で集めて、そこを上から手を持ってきて、この部分を切っていきます。あまり切っちゃうと先ほど作ったカットライン崩れちゃうので、はい、この場合はモデルさんに下を向いてもらいます。そうすることによって重いラインが作れるので、この時にこの引っ張る位置が大切で、これがつむじからまっすぐ降りてる状態を作らないと、左右曲がっちゃうので、切る前にしっかり確認して、つむじと親指の位置がしっかり結ぶラインできてるかっていうのを確認するのを確認しますね。で、このような感じです。で、少し、今度は、15度ずらします。で、15度ずらした状態で今度また集めて、毛先を切っていきます。で、さらにセンターから15度ずらします。で、15度ずらした状態でカットしていきます。はい、ちょっとずらします。で、またさらに15度ずらします。で、15度ずらすとだんだんつながってきますね、サイドのラインと。はい、で、このような感じにしていきます。で、これの良さは結構カットしてると、右が得意な人と左が得意な人とかいろいろあると思うんですけど、左が長くなりやすかったりとか右が長くなりやすかったりとかする方がいると思うんですけど、そういうのが回避できるんで、あまり姿勢も関係なく切れるんで楽です。で、まずじゃあ、他もまだ切るんですけど、触覚先に作りたいんで、ちょっとこうやってやってもらってもらえるんですか。ちょっと普段やる感じで、さっきやってたみたいに、これ縛って前髪の、あ、そうそうそう、それです。とりあえずは耳にかけといてもらえますか。はい、こっち側に。はいはいはい、どうしてですか。これミスどんなんでもいいです。こっちだけです。
少ないとかこっちだけ多いとか全然それだったりきっちり撮ったからいいってわけじゃない、なんか自分の具合がいいですよね。目が左側だからちょっと多くなっちゃう。こんな感じで多くなっても変じゃないと思います。どうしてもしょうがないと思いますけど、はい、で、ちょっとこの長さをどこまで切りたいんですか。だいたいこんな感じみたいなのあります。顎ぐらいです。顎ぐらい、はい、で、顎ぐらいまで切りたいということなんですけど、ここでブラントでカットするのはちょっとまあ僕でも怖いんで動かしながらカットしていきたいんですけど、ここでこれ使うのが R2 スイングで、このスイングの違いが、切り口がこの辺関係ないで切りますけど結構滑らかに切れるんですね。なんで結構ベースカット、スリットよりはベースカット用に使ってるんですけど、結構例えばですけど、まあ、この辺切っちゃっていいですか。結構綺麗に動かせるんでラインが出づらいんですよね。これが R2 スイングのポイントで、こういう切り方してくれて、こうやって切ってても、はい、ごめんなさいね、こうやって切っててもまあなんとなくなるんですよ。この R2 スイングで切っていくと、それなりに繋がる。顎？はい、それぐらい。これぐらいでいい感じ？はい。これでいい感じ？これ長い？もうちょっと。これで良かったら、ちょっと今の切り方マジやばかった。いや、とりあえずじゃあこの仮でこの辺から切ってって、はい、で R2 の良さは、まあ、こういう風にぼかしていってもできるし、今たまたまぼかしたのは同じ切り方で切ってますけど、いろんな切り方ができます。で結構自然ですよね、これでも自然っていうか、ね、これでもおかしくないおかしくないですよそうです、結構誰でも切れちゃうっていうのかな。そうですね、まあこれだとちょっとあれなんで、で R2 スイングで、ね、リフトしながら気づきをぼかしていくとよりつながりが良くなるの で、あと前髪カットとかもこれ非常にぼかしが綺麗にできるので、バツって切っても結構綺麗にパッツンにならないぐらいのパッツンになります。でこっちも同様にリフトしながら気づきをぼかしていってカットすると結構ちょうどいい長さで、これいいんですか、この長さ。しかも長くてここみたいな。これぐらいの方がいいかも。まあとりあえずここにしてみますか。はい、で、このくらいにして、はい、こういうのも R2 スイングを使うと簡単にカットができます。はい、首の付け根と上の真ん中辺にまず点を置きます。このこっちとこっちの中間ですね。で、この点に対してこの三角形は好みになっちゃうんですけど。このような三角形を作ります。これ見えますでしょうか。これが V ラインというラインになります。はい、でこの V ラインに対して、オーバーダイレクションをかけていくんですけども、まあ、僕はもうここ今高さ出したいんで、無駄にこう下の方は重くてもなんか可愛いかなと思うんでちょっと触るぐらいにして、ここだけちょっと高さを出したいと思うんで、この V ラインに対して少し、軽さを出します。でその時ブランドカットしちゃうとちょっとライン出るんで、ここも R2 スイングでカットします。で、まあ、ここに使いやすいんですが、こちらで、髪の毛のちょうど真ん中辺かな、この辺ですかね、大体真ん中辺ぐらいに指を持ってきて、こっちにオーバーダイレクトさせます。で、一番下のエンドラインが出てくるんで、なってきたら毛先をぼかしてこのまま滑らしていくんですね。それだけです、ね、簡単な感じです。もう一回やりますか。ここの髪の真ん中のところに来たら反対側にオーバーダイレクションして、今度ベースのエンドライン出てくるね、そこからスーッとぼかしていってカットする。そうすることによってここの軽さがちょっとふわっとなるんで違いますよ。かわいくないですか。こうなってもかわいいと思います。ちょっと違います。ただ普通にこうズボンってしてるように。ただやっぱ重さはやっぱあった方が可愛いので、あまりこう変に何とか入れない方がいいかなって気がします。
で、この反対側をちょっとやるんですけど、はい、先ほどと同じようにまず、耳の上のラインと頭の上、この中間あたりのポイントをまずイメージしまして、ここと真ん中の位置、ここに点を置くと、ここから点を置いたらそこから V ラインでやっていきます。はい、 V ラインはこういう感じ見えますでしょうか。 V ラインで、このここでなんですけど、この V ラインを深く入れるとか、まあいろいろ形があるんで、で、ちょっと切ります。 V ラインの取り方は分かったと思うので、また同じように髪の毛の真ん中のところにこの項目を持ってきて、反対側に持っていくとエンドラインが見えますね。で、このエンドラインのところをぼかしていきます。はい、このエンドラインに対して、はい、これで、両方の高さが簡単に出すことができます。でも、まだ切るんですけど、本当にもうこのぐらいでもいいぐらいなんですよね。で、まだカットラインもちょっと全体的に丸さを出していかないとダメなので、あとは、手でなじませながら、だいたいつむじに対して全て、体の位置がつむじに向かっている状態で引き出して、毛先をちょっと丸さを出していきますね。で、集めて毛先を丸く出することによって全体の丸さが出ていきます。このような感じで全体丸さを出すことによって、気をつけるのはつむじからきっちり引っ張ってるかっていうところですね。これがずれると左右の長さがずれちゃうので、カットラインは小バルタンでこういう風に丸状に集めてカットしてるんで、落とした瞬間にかなり丸さが、コンベックスができます。で、あんまコームを使わない理由としては、あまりコーム使わないでストレートのハサミで切っちゃうと、コンケープのカットラインになりやすいので、コンケープにはならないですけど、結構馴染みづらいんで、やっぱコンベックスの方がより収まりがいいので、丸さが出すしてるんで、そっちにしてます。このちょっとの何ミリかの違いで、結構違うんで、結構持ちがいいってたまに言われることがあって、やっぱこういうところでちょっと多少持ちがいいのかもしれないですね。丸くなるのが、これショーバルタンのハサミの切り口になります。はい、バッグの方は正中線をこのつむじの位置からまっすぐ引っ張ってきて、上から持ってきて少し中にキュッて曲げます。そうするとイングラがイメージされるんで、この状態でショーバルタンでこのようなアルバが、僕のやり方です。で、正中線から、10度もしくは15度ずつ、角度をつけていくんですけど、そうしていけばカットラインが作れる、綺麗なカットラインが作れるので、まあ、時間ない時はいきなり30度ぐらいで切っちゃう時もあるんですけど、まあ、時間ある時は5度ずつぐらい動かしていったりとかして、まあ、より丸さを作っていくとかもします。毛量が少ない方だったら、あまり角度つけないで、いきなり20度、20度ってやっていく場合もあります。このように、つむじの位置からまっすぐ引き出しているような状態で丸さを作っていきます。なんか、そぎはあまり彼女の場合は入れる必要なさそうな気がするんで、あえて必要ないそぎは入れたくないので、入れなくてもいいかなっていう気がします。そぎを入れすぎるとやっぱり後々草ついてきちゃったりはどうしてもしてしまうんで、なるべくだったら入れたくはないですけど、ただ入れないとあんまりよく見えない状態の場合だったら僕はもう入れちゃいます。なんか入れなければいいっていう考えもあるんですけど、なんかあんまりその草つかないんですけど髪型どうなのっていうおにぎりみたいな髪型になっちゃう可能性があるんで、
それ以外は入れる時もあります、はい、で、まあ、ほとんどもうショーバルタンでカットできちゃうんで、でもどうなの、普段、もうちょっと他の美容室は分かんないんですけど、普段こうやって着ないよね、着る、着ないと思う、あんまりでも、1年間で着るこうやって着ないよね、こうやって切ってくれない、引っ張って切ってます、まあそれ悪いわけじゃないけどね、こうやって切ってさ、なんかこうやって切ってますね、悪いわけじゃないけどね、そうだよね、大体ね、大体そうでしか見てもらってないと思う、そう、みんな一緒ですよ、そうなんだよな、だからなんかちょっと面白いのがあって、やっぱりみんなそれが好きなんだよ、きっと。